ハンス・フランク、ハンス・ミヒャイル・フランク、ハンス・マイケル・フランク、1900年5月23日から1946年10月16日は、ドイツの法律家、政治家、国家社会主義ドイツ労働者党の弁護士として活動するうちに、党幹部の一人となり、党司法全国指導者、バイエルン州法相、ポーランド総督などを歴任した。戦後、ポーランド総督として、ポーランド人からの搾取とユダヤ人虐殺に関与したとされて、ニュルンベルク裁判の被告人となり、死刑判決を受けて処刑された。ドイツ帝国領邦バーデン大公国の都市、カールスルーエに、カトリック教徒の中産階級家庭に生まれる。父は、バイエルンプファルツ地方出身の弁護士、カール・フランク。母はその妻マグダレーナ、旧姓ブックマー。父は弁護士だったが、怪しい仕事を数多く引き受けており、後に、汚職のために、放送資格を剥奪されている。母は上バイエルンの農家の出身だった。兄と妹がおり、兄は第一次世界大戦で戦死した。なお、フランクの両親は1910年に離婚している。フランクと兄は父に、妹は母親に引き取られた。バイエルン王国首都ミュンヘンの小学校とで学んだ。1916年から1年ほど、オーストリア=ハンガリー帝国首都プラハの学校で学んだ。第一次世界大戦最後の年1918年にバイエルン王国軍に入隊したが、前線には出ておらず、ミュンヘンに駐在していた。大戦末期、クルト・アイスナーらによるバイエルン革命があり、バイエルン共和国が樹立された。さらに1919年には、エルンスト・トラーら共産主義者による革命が起こされ、バイエルンレーテ共和国が樹立された。フランクは、フランツ・フォン・エップ大佐率いるに参加して、レーテ共和国打倒に参加した。レーテ共和国にはソ連から多くのユダヤ人赤化工作員が送り込まれていたため、フランクは反ユダヤ主義思想に正当性を感じるようになったという。1919年9月から10月頃、国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党の前身である、ドイツ労働者党党首アントン・ドレクスラーの治軍を得、彼からアドルフ・ヒトラーの演説会に出席することを勧めれ、初めてヒトラーの演説を聞いたという。しかしこの時のヒトラーは疲れ果てた感じで、フランクはあまりいい印象を受けなかったという。同年にドイツ労働者党に入党しているが、1920年春にドイツ労働者党が国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党に再編された際には参加を見合わせた。彼は戦後ミュンヘン大学に入学して法学を学んでいたが、後にキール大学へ移った。1923年夏に一時キールからミュンヘンへ戻った頃には、ナチ党はバイエルン州の一大勢力になっていた。フランクは1923年9月にも突撃隊に入隊し、10月にはナチ党に入党した。さらに、同年11月のミュンヘン一揆にも参加したが、一揆は失敗し、ヒトラーは逮捕された。しかしフランクは逮捕されていない。フランクはこの後ミュンヘンの裁判所で行われたヒトラーの裁判で弁護を行った。1924年にキール大学から法学博士号を得た。父親の法律事務所の手伝いをしていたが、1925年に父親が横領容疑で逮捕され、弁護士資格を失っている。1928年に復権。フランク自身は1926年に放送資格を取得し、ミュンヘンで弁護士として活動した。1925年には貧しい工場労働者の娘で、バイエルン州議会でタイピストをしていたブリジット・ハーブストと結婚した。彼女は美人ではあったが、フランクより4歳年上で2人は全く気が合わなかったという。フランクは彼女と出会ったことを我が人生最大の過ちと称している。彼女との間に息子3人、娘2人がいたが、この子供たちの存在だけが唯一の夫婦の接点であったという。そのようなわけでフランクはその時々で複数の愛人を持っていた。1926年6月16日に再建されたナチ党に再入党したが、党員番号14、フランクの父がナチ党を嫌っていたため、同年8月10日には離党した。しかし、ナチ党員の弁護活動をこなしていくうちに、1927年9月2日に、再びナチ党に入党、党員番号4079。ナチ党の専属弁護士となった。1929年に党法務部長に就任。1930年の国会議員選挙でナチ党から出馬して国会議員に当選。当時30歳で最年少国会議員の一人だった。フランクの回顧録によると、フランクは1930年にアドルフ・ヒトラーの自宅に呼び出され、ヒトラーからヒトラーのユダヤ人疑惑の真偽を確かめるために、彼の家系を内密に調査せよと命じられてたという。フランクの調査を簡単にまとめると次の通りである。ヒトラーの父方の祖母マリアが父親不明で、息子、アロイス、ヒトラーの父を産んだことが疑惑の原因である。当時マリアは、グラーツ在住のユダヤ人、フランケンベルガー家にメイドとして雇われており、マリアとフランケンベルガー家の間には、私生児ができてしまった場合には養育費を支払う、旨の暗黙の約をした書簡が発見された。そして現にフランケンベルガー家からマリアにアロイスが14歳になるまで養育費が支払われている。そのためマリアがフランケンベルガー家の当主かその息子のお手つになって子供をはらませ、それがアロイスだった可能性がある。この場合、ヒトラーには4分の1ユダヤ人の血が入っていることになる。一方、マリアの夫となるヨハン・ヒードラーの方を父と考えるとヒトラーには全くユダヤ人の血は入っていないことになる。どちらが真の父親か調べることは不可能であるため、ユダヤ人の血が流れている可能性は否定できない。一方ヒトラーはこれを聞いても平静でおおむね予想通りの結果といった感じに受け止めていたという。彼は祖母マリアとフランケンベルガー家の間のやりとりを承知していたようで、すでに自ら結論を出していた。すなわち、マリアはフランケンベルガー家で働いていた頃から後に、結婚するヨハン・ヒードーラーと密通しており、アロイスは普通にヨハンとの間にできた子供だった。しかしマリアは、フランケンベルガー家から養育費を騙し取ろうとして、フランケンベルガー家に金を出せと詰めった。裁判に持ち込まれて、醜聞を表沙汰にされたくなかったフランケンベルガー家は、養育費を支払ったということである。この場合、ヒトラーは、詐欺師の孫ということになるが、ヒトラーは、ユダヤ人の孫になるぐらいなら詐欺師の孫になることを選ぶようだった。今日の研究でも、ヒトラーの父が、ユダヤ人の血筋であるとする説はほぼ否定されている。ナチ党政権掌握後の1933年3月10日にバイエルン州法務省の州委員、スターツコミサールに就任。ついで4月18日に任じられた。法務担当国家弁務官、総裁なども兼務した。1934年にはヒトラー内閣の無任首相に任じられた。さらにナチ党の法律問題全国指導者にも列する。1934年にバイエルン州でエルンストレーム以下突撃隊幹部が逮捕された際、長いナイフの夜にはシュターデルハイム刑務所看守から親衛隊がやってきて突撃隊幹部を次々と監獄に入れてるという連絡を受けて刑務所に直行し、独房に入れられているエルンストレームに会い、いいかね。エルンスト。あなたは私の治める司法の及ぶ範囲にいるのだよと述べて彼に法的手続き保障したという。そして親衛隊のヨーゼフ・ディートリヒが突撃隊幹部銃殺のために現れるとフランクは引き渡しを拒否した。ディートリヒはヒトラーに電話をかけ、受話器をフランクに渡した。ヒトラーは、来日における犯罪者の運命を決定するのは私であり、君ではない。と怒鳴りつけてきた。これに対してフランクは、しかし彼らは1923年のビアホール一揆に参加し、私が法廷で弁護した党の戦士ではありませんか。私は法律家です。裁判もなしに110人もの人間を射殺することを許すわけにはいきませんと反論した。これにはヒトラーもぐうの音も出ず、一度そこで電話のやり取りは終わった。しかし間もなくルドルフ・ヘスから電話があって、相当閣下が譲歩された。110人のうち19人だけ射殺すればいいそうだと伝えられた。フランクはその根拠を求めたが、ヘスはぐずぐずしていると相当の我慢も限界に達するぞと警告してきた。フランクはこれ以上法律家としての良心を守り通すことの代償の大きさ、地位、召使い、高級車、高級住宅などに気づき、これ以上の抵抗を断念し、19人を親衛隊に引き渡したという。このようなこともあってか、フランクはヒトラーの側近で固められた権力中枢グループに行っていなかった。彼は次第に政治的影響力を低下させていった。ポーランド侵攻によって第二次世界大戦が開戦するとフランクは予備役少尉としてドイツ陸軍に入隊している。ポーランドを占領した後、1939年10月10日にヒトラーはフランクをポーランド総督に任命した。ポーランド戦後のポーランドは東部をソビエト連邦が支配し、中央部から西部はドイツが支配した。ドイツの支配地域のうち西部がドイツ本国の領土に並行され、中央部がポーランド総督府領とされた。総督府領は元々のポーランド領土全体の4割ほどの面積だった。フランクはそのポーランド総督府領の統治を任されたわけであるが、一部の権限は親衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーと共有しなければならなかった。ポーランド人を支配するためには、親衛隊の持つゲシュタポや強制収容所など弾圧的装置は必要不可欠だった。フランクはクラクフノに入り、そこからポーランド総督府領の統治に当たった。しかしフランクはポーランドをバンダル、バンチと呼んで軽蔑しきっていた。ポーランドは単なる奴隷労働力供給地であると考えており、そのような土地に知識人や美術品など不要であると考えていた。ポーランド人知識人は親衛隊により抹殺され、ポーランドの貴重な美術品はフランクの城に接収され私物化された。このため同じく美術品狩りを行ったヘルマン・ゲーリングと競合関係にあった。またフランクは芸術、文化の愛好家でピアノ演奏やオペラ鑑賞を好み、ニーチェの哲学に通じ、リヒャルト・シュトラウス、ゲアハルト、ハウプトマン、エリーザベト・シュバルツコップ、ヴィニフレート、バーグナー、ハンス・プフィッツナーなどの芸術家を講演した。総督府領内のユダヤ人をゲットーへ隔離し、さらに親衛隊によるゲットーユダヤ人の絶滅収容所への移送を容認していた。1941年12月16日、フランクは次のように演説している。ユダヤ人は消え去らねばならない。奴らは無用の存在である。略、奴らの姿を見たら必ず撲滅しなければならない。そうしてこそ初めて、ライヒ全体を安泰に保てるのだ。約350万人のユダヤ人を銃殺で始末することは無理であるし、毒殺もできない。しかし、来日において、目下検討中の大々的方法と組み合わせれば、奴らを抹殺してしまえる手段を講じることができる。フランク自身は、シュチニクリンの宴会を、毎夜のように繰り返した。彼の統治はほとんど先制君主同然であり、党の会計士、フランツ・クサーバー・シュバルツは、彼のことをフランク国王と呼んだ。宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスも、フランクは統治、レギエレンしているのではない、君臨、ハーチェンしていると揶揄した。フランクは、自分がヒトラーだけに責任を負うこと、ポーランドは自分の主的な領地であること、何者も自分から命令を受けない限りこの領地では何も許されないことを強調した。しかし親衛隊についてはフランクに権限がなかった。ポーランド総督府親衛隊及び警察高級指導者フリードリヒ・ヴィルヘルム・クリューガー親衛隊大将を総督府の保安担当次官に任命するなどで、なんとか親衛隊組織を自らの下に置こうとしたが、すぐにヒムラーと対立を深めた。ヒムラーはフランクとフランクの妻の汚職容疑を掴んでそれをネタに脅迫してくるようになった。もともと権力闘争向きではないフランクの神経は衰弱の一歩手前まで行った。ポーランド内の行く先々で敵意を向けられることに、疲れた妻ブリギッテはバイエルン州に帰り、そこへポーランドからの略奪品を送らせるようになった。フランク自身もポーランド総督職を辞職したがるようになり、国防軍最高司令部総長ヴィルヘルム・カイテル、元帥に自分を兵役に戻してほしいと懇願している。カイテルはヒトラーにこれを取り継いでいるが、ヒトラーから論外だの一言で却下されている。1942年6月にドイツ本国へ戻った際、フランクはドイツ法律学会で、ドイツは法治主義を取り戻さねばなりません。いやしくも文明国ならば、親衛隊とゲシュタポが行うような根拠のない逮捕と、聖な手続きを経ない投獄を許してはならないのですと発言した。これにびっくりしたヒトラーは直ちにフランクを召集し、フランクにポーランド以外で演説することを禁止した。また、ポーランドでの演説も党の方針に沿うようにと命じられた。またナチ党法務部長、法律学会会長、法務担当国家弁務官などの役職を取り上げられた。ただし、ポーランド総督には留任した。この後、ハンス・フランクは全く抵抗の意思を見せずに、ポーランド総督の職務を淡々とこなした。徴収したポーランド人労働者は労働力配置総監、フリッツ・ザウケルのもとへ、ユダヤ人はヒムラーのもとへ、それぞれ送り出した。ほとんどのユダヤ人が、アウシュビッツ強制収容所へ送られることになるのを彼は知っていた。他のナチ党幹部の例に漏れず、戦況の悪化とともに趣味の世界へ引きこもるようになった。彼はピアノを弾いたり、コロンブスに仕えた給仕という題の小説を書いたりして、現実から逃避していい。1945年1月、ソ連軍がポーランドに迫ってくると彼は、レンブラント、ダヴィンチ、ルーベンスなどの美術品を持って専用列車で脱出する。1945年5月4日、バイエルンでアメリカ軍によって逮捕された。アメリカ兵に殴られ、蹴られ、唾を吐きかけられるといった暴行を受けた。ミースバッハ収容所へ向かうトラックへ放り込まれ、米兵たちは暴行の傷跡を隠すために彼の上にホロをかぶせた。5月6日にフランクはこのホロを隠れ蓑にナイフで左腕の動脈を切って自殺を図った、発見されて失敗した。ミーズバッハの刑務所に到着すると、アメリカ軍第7軍第36歩兵部隊に所属する兵士たちに、臨地にあった刑務所の入り口に入ろうとする彼を2列に並んだ。アメリカ兵が暴行を加え、倒れると無理やり立たせて先に進ませ、また暴行する。このアメリカ兵たちは、ダッハウ強制収容所を通過してきた兵士たちで、フランクがクラコウのユダヤ人虐殺者と呼ばれているのを聞き、義憤に駆られていった暴行だった。ミースバッハ収容所到着後に、もう一度自殺を図ろうとしているが、再び発見されて失敗した。その後、ニュルンベルク裁判にかけるため、ニュルンベルク刑務所へと移送された。ニュルンベルク裁判においてフランクは、第一訴因。侵略戦争の共同防御と第三訴因、戦争犯罪、第四訴因、人道に対する罪で起訴された。裁判中、彼はナチズムの犯罪を認める立場を取った。刑務所付心理分析官、グスタフ・ギルバートから起訴状の感想を求められた。フランクは、私はこの裁判をアドルフ・ヒトラー支配下の苦難に満ち、恐ろしい時代を審判し、終止符を打つ。世を運命づけられた神の意志による法廷と考えると書いている。また判事団の補佐をしていたイギリス軍エアリーニーブ少佐にはまるで私という馬が二人いるようです。今ここにいるフランクとナチ指導者だったフランク。かつてのフランクはなぜあんなことができたのだろうと今の私は不思議に思っています。ここいるフランクがもう一人の彼を見てこう言うのです。ハンス、お前は人間のクズだったねと述べている。フランクはナチズムの下で出世するためにカトリック信仰を捨てて無宗教者になっていたが、ニュルンベルク刑務所収監中にカトリック信仰に戻り深く依存するようになった。神から真実を隠すことはできないという信教の下に自分に不利な証拠、ポーランド総督当時の執務日記を法廷に提供したフランクによればこのことでゲングになぜ燃やさなかったと怒鳴られたという。法廷の証言台に立ったフランクは最初に自分の恐るべき罪を認めた。弁護士ザイドル博士のユダヤ人虐殺に参加したかとの質問に対して私ははいと答えます。私がはいと答える理由は5ヶ月の裁判中にアウシュビッツ所長ヘスが300万人のユダヤ殺害を公然と認めたのを耳にして一切の犯罪の責任をこのような小人物だけに背負わせるのは良心が許さないからです。私自身はユダヤ人虐殺のための収容所を設置したこともなければ設置を命じたこともありません。しかしもしヒトラーが戦慄すべき数々の責任を配下の者に転嫁したなら私もまた当然罪を負うべきでしょう。我々はユダヤ民族と戦ってきました。多年の間ひたすらに戦ってきました。我々はしばしばあまりにも恐ろしい発言をあえて口にしてきました。だから私がはいと答えたのは唯一の義務なのですと答えた。ヒトラーとの関係はどうであったかという質問に対しては私はドイツの政策にはまるで発言権を持っていませんでした。私は生涯を通じて個人的に6回ヒトラーに会見しただけです。私は政治上の重要問題について相談を受けたことは全くありません。と答えた。また、占領下ポーランドの扱いに抗議して14回辞職を申し出たことを証言し、私が一兵卒として前線へ出ることを14度、希望したのはこなきことではありません。ヒトラーは法律家が嫌いだったのです。真に偉大な人物にとってこれは大きな欠点でした。彼は法律専門家を徹底追尾毛嫌いしていたのです。と述べた。強制収容所については、それは警察の仕事であり、警察を支配していたのはヒムラーでした。私はルブリン、マイダネク、アウシュビッツ収容所への視察を何度も思い立ちましたが、ついにしませんでした。一度私は不意にアウシュビッツを訪れましたが、疫病が流行していることを理由に収容所の中に入れませんでした。私はヒトラーと会見した時に、相当、あれは一体どういうことですかと尋ねましたが、ヒトラーは嫌なに処刑をする必要が生じたのだ。暴動が勃発したのだよと述べていました。と述べた。ポーランドからの美術品略奪については、世界的に有名な作品を焼くのは惜しいからです。略奪したという表現は当たらないと思います。モナリザは盗むことができるものではありませんと述べた。親衛隊、警察が自分の指揮下になく、ヒムラーの指揮下にあったことは特に強調し、自分は絶えず孤立している無力者で、言ったことに影響力はなかった、親衛隊を欺き、抑えようとしていたといった抗弁を多用した。数千人の人々が自分のおかげで命を救われたとも証言した。1946年10月1日に被告全員に判決が下った。まず他の被告人たちと一緒に判決文が読み上げられた。フランクの判決文は第一訴因、侵略戦争の共同防御について、有罪とするだけに十分に彼が影の共同防御について知っていたという証拠がないとして無罪とした。しかし、ポーランドへの犯罪的行為は警察が主体であったが、フランクが自発的かつ十分自覚できる協力者であったことは、白、フランクが総督になった時、ポーランドには250万人のユダヤ人がいたが、彼が去った時、その数は10万人にまで減っていたとして、彼を第3訴因、戦争犯罪と第4訴因、人道に対す罪で有罪とした。その後、個別に言い渡される量刑の判決に移り、フランクは無遊病患者のようにフラフラしながら法廷に入ってきて、被告席にどっさりと腰掛けた。彼の受けた判決は、絞首刑だった。絞首刑判決を聞いたフランクは神に祈るような仕草をしている。フランクは死刑判決に不満を抱いてはいなかった。除名嘆願書も提出することを望まなかった。10月16日に他の死刑囚たちと共に絞首刑が執行された。最後の言葉は、勾留中、私に与えられました行為あるすべての取り扱いに感謝いたします。神よ、願わくば、私を慈悲深く迎えてくださらんことを、だった。回想録である、死に直面して、未翻訳を残している。自殺したゲーリングを含めて、フランクら死刑囚11人の遺体は、アメリカ軍のカメラマンによって撮影された。撮影後、木箱に入れられ、アメリカ軍の軍用トラックでミュンヘンへ運ばれ、そこで火葬された。遺体はイーザル川の支流コンベンツ川に流された。1987年に息子ニクラスは長年の調査や回想に基づいて父親の生涯を綴った評伝デアベイター、父を出版したが、父親がポーランドで行った犯罪行為を赤裸々に描いて話題となった。ニクラスの兄弟の多くは父の罪を認めようとはしなかった。一人の兄はニクラスには虚言癖があり、記述内容は根拠がないと出版社に訴え、二人の姉のうち一人は父より長生きすることを望まず、父が処刑された同じ年齢の時に自殺した。もう一人の姉はアパルトヘイトを支持して、夫と共に南アフリカへ移住し、生前最後の会話でもホロコースト否認論を主張していた。もう一人の兄は、それでも私は父を愛しているんだとしながらも、ニクラスを称賛し、唯一協力的だったという。米軍の交流記録によると身長は176センチである。父はプロテスタントで、母はカトリックだったが、フランク自身はカトリックだった。ニュルンベルク刑務所付心理分析官。グスタフ・ギルバート大尉が開廷前に被告人全員に対して行ったベクスラー・ベルビュー成人知能検査によるとフランクの知能指数は130であった。ギルバートからヒトラーのことを今どう思っているか聞かれると我々のうち一人でもヒトラーを射殺する勇気を持っていればあのような惨状が世界にもたらされることはなかったはずです。睨まれたら抗いがたいヒトラーの眼差しは、今思うと、精神病質者の目に他ならなかったように思います。あの男は野蛮で、自己本位だったし、通常の人間的基準を軽蔑していました。だからこそ彼は、法律、外交、宗教に関する、あらゆる制度を毛嫌いし、彼自身の身勝手な衝動を抑え込もうとする、社会的な価値を憎んだのですと述べた。裁判中にレオン・ゴールデンソーンから受けたインタビューの中ではヒトラーについて次のように語った。初期の党を研究すれば、ヒトラーが時間の経過とともに党の目標を歪めていった過程が裸になるだろう。ゲーリングもヒトラーは党の綱領を遂行しなかったと証言している。例えば党の綱領では、ユダヤ人の物理的な殲滅は求められておらず、単にユダヤ人の影響力を取り除くとされているだけだ。ユダヤ人の物理的な殲滅という犯罪的行為は、ヒトラーが戦時中に勝手に起こしたことだ。ヒトラーの遺書を読んでみるといい。それがいかに党の綱領から道を踏み外しているかわかるだろう。この逸脱を陰で支えていたのは、ボルマン、ゲッペルス、ヒムラーではないだろうか。ギルバートからなぜナチスに加わったのか。と聞かれた時には、私にもわからないんです。私の本性に何か邪悪なものがあるに違いありません。それは、すべての人間の心の中にあるんです。集団催眠でしょうかね。ヒトラーは、人間の心の中にある邪悪なものを育てたのです。法廷で映画を見た時、私は一瞬また涙を流してしまいました。妙なものです。私は、罪悪感と羞恥心に苛まされて法廷に座っているのですよ。それなのに、ヒトラーがスクリーンに現れると彼に向かって片手を伸ばしたくなる。ヒトラーは人を魅了する微笑と溢れんばかりの理想的構想によって我々の忠誠心を勝ち取ったのです。アドルフ・ヒトラーがドイツ国民を虐げたとは言えません。彼は我々を魅了したのですと述べた。フランクは、ゲーリングと違い、ニュルンベルク裁判を神の法廷と称えて、基本的にヒトラーの罪を認める態度をとっていたが、連合国に疑問を感じることもあった。例えばゲーリングが、いいかね。連合国の奴らは、ゲシュタポのように凶悪な連中なのだ。民主的な不利に騙されちゃいかん。一体、女子供が戦争犯罪と何の関係があるんだね。被告人たちの族は連合国により逮捕されていたと言った時には思わず、賛意を示した。また別の時には、連合国はアウシュビッツで1日2000人のユダヤ人が殺害されたと主張していますね。数時間のハンブルク空襲で3万人を焼き殺したことはどうなんですか？原爆で8万人の日本人を焼き殺したことはどうなんですか？あれは正義なんですか？と疑問を呈したこともあった。好きな作曲家はブラームス、バッハ、マックス・レーガーであるという。ワーグナーは好きではないと言い、ヒトラーのワーグナー好きについては、相当は音楽のセンスがなく、ワーグナーが好きだったのは、あの仰々しいゲルマン風の荘厳さのせいだと語った。オズバルト・シュペングラーと友人であったと語り、彼との関係について、次のように述べた。私は、オズバルト・シュペングラーと親しくしており、空襲の時、彼の命と一緒に、彼の蔵書を救った。シュペングラーの命は、ミュンヘン大学の図書館の責任者だった。シュペングラーは、ドイツ最後の偉人だ。1933年、彼はヒトラー支配下のライヒは崩壊すると予言した。私はそれを信じたくなかった。今この独房にいて、たびたび思い出すのは1936年に、彼が死ぬ直前に、私にくれた手紙だ。その中で彼は10年以内に、ドイツ国は消滅するだろうと言った。シュペングラーが言うにはヒトラーがユダヤ人を追い出せと叫ぶとき、自分が政治家ではないことを証明しているのだそうだ。ヒトラーが政治家なら、ドイツは単にドイツ人とユダヤ人からなっているのではなく、ドイツにとって有益な人物は誰であれ、ドイツに留めておくべきだというはずだ、とシュペングラーは感じていた。そしてビクトリア女王の下で、インド問題に対処したユダヤ人首相ビーコンズフィールド卿や、大英帝国植民地南アフリカを統治したユダヤ人セシル・ローズナを挙げて彼らの偉業を私に教えてくれた。ヒトラーはドイツの敵を利しているとシュペングラーは批判していた。シュトライヒャーを嫌っており、シュテュルマーを読むぐらいなら死んだ方がマシと述べていた。以下の出典楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。